ションプレゼンツ。10月9日水曜日夜8時、ネバーエールプロダクションプレゼンツ、歌女。お聞きの皆さん、こんばんは。メインパーソナリティの純香です。この番組はさまざまな女性歌手が集まりお送りする番組です。それでは番組を一緒に進行します3人のパーソナリティをご紹介します。はい、一緒に進行させていただきます。パーソナリティの根本萌音です。よろしくお願いします。はい、同じくパーソナリティの松見シャトンヌです。よろしくお願いします。はい、同じくパーソナリティの伊藤さくらと申します。よろしくお願いします。そして番組をメインで引っ張っていきます純香です。よろしくお願いいたします。さて、オープニングコーナーを始めていきたいなと思います。歌女のおすすめコーナーです。はい、それでは皆さんのおすすめを今日は誰からいきますか。はいはいはい、さくらちゃん。はい、はいはい、はい、今日は、ま、あのおすすめ、私もね久しぶりに食のお話を持ってきました。まだねちょっとやってるかわかんないんですけれども、マクドナルドの月見バーガー。うーん、秋でしょ。秋だね。私あれに弱いのよ、月見に。あれ美味しいよね。そう、毎年月見とか出るたんびに必ず一回罪悪感とともに食べます、うん、もうカロリー激高いけど、でも食べたくてしょうがなくて、うん、分かる。今年はね一回食べたんですよ。食べた？食べました食べました。実は収録の日に食べてましたけど、さっき食べて、それは月見バーガーか。あれ、月見バーガー食べてました。収録が今日なので、この放送日まだやってるか分かりませんけど、うん、月見バーガーは本当にね、毎年1回しかないじゃない、うん、だからもうこれはね、皆さんにぜひ食べていただきたい、うん、月見バーガーとチーズ月見が出てるそうなのでね、お近くのマクドナルドまだやってたらぜひ、食べていただきたいなと。これを食べたらもう秋って感じしますからね。確かに。はい、ぜひぜひ食べてみてください。はい、ではでは、はい、次はじゃあシャトンヌ。シャトンヌちゃん、はい、シャトンヌはまた先週に引き続き男飯を紹介しようかなと思うんですけども、うん、私お肉が大好きなんですよ、うん、で、うん、本当におすすめなのが本当におすすめなのが、うん、ステーキクニっていうお店。ステーキクニ知ってる？知らない？あ、なんか知ってそうで、知らないかな。知ってそう。なんかね、どうだろう、なんか変なところにあるんですよ、うん、結構そう、変なところにあって、でもなんだろうな、私ハンバーグあんまり食べないんですけど、ちょっと苦手なんですよハンバーグ実は。でもそのステーキクニのハンバーグが牛肉 100% 使ってて、そう、レアで食べれるんですね。なんかハンバーグ、私レアじゃないと食べれなくって、なんか何その贅沢。そう、特殊結構特殊なんだけど、 そこだけは特殊なんだけど、うん、そのだからステーキクニっていうお店が本当におすすめ。その牛肉 100% 使ってて、ステーキもあるんだけど、ステーキはいいよ、どうでも。どうした？ステーキはいい。ハンバーグをとにかく食べてほしいんです。レアで高い。高い？いや、全然高くなくて、それこそ本当、私は本当リーズナブルなのしかおすすめしないんですけど、いいですね。そう、本当にリーズナブルで美味しくって、レアで食べれて新鮮で、で店員さんがそのハンバーグを半分に切って、鉄板っていうの、そこで目の前でなんかジューってやってくれるんだけど、うん、押しつぶして焼いてくれるんだけど、私はいや、それもしないでくださいって言って自分で引きって食べるんでっていう一回のそのジューもいらないですみたいな感じ。あ、本当に。そう、それでも本当にガチのレアで食べれるぐらいの新鮮な牛肉 100% のハンバーグなんです。ステーキ国なんですけど、すごいとこにありますよ。だってそうそうそう、結構両国新恋は赤坂とか、そう、そう、なんかその撮影会で行った帰りにマネージャーと私ハンバーグ食べたいですよって言ったら、うん、そこを見つけてくれて、そしたらそこが本当に美味しくって、すごくハマっててっていう感じで、皆さん、うん、ぜひぜひ
全然リーズナブルなんで、うん、行ってみよう、うん、ぜひステーキクに行ってみてください。シャトンヌからのおすすめでした。はい、はい。じゃあモネちゃん。はい、モネです。モネのおすすめは、ほうじ茶ラテ、皆さん好きですか？好き。スタバ？スタバ？いろいろあるよね、ほうじ茶ラテ。どこにあんの？なんか最近ね、いろいろペットボトルでも出てたりしてるんだけど。あ、そうなんだ。そう、ほうじ茶ラテなんか苦手な人もいるけど、私はすごい好きで、うんうん、美味しいよね。どうですか、みんなは？美味しい、美味しい、美味しいよね、うん、そのほうじ茶ラテが、あの私の大好きなペコちゃんのミルキーがのほうじ茶ラテ味が出たんです。そう、飴ミルキー、ミルキーで、あ、ミルキーで。そう、そのパッケージもね、すっごい可愛いんですけど、うん、もう味もね、本当に美味しくて、ついに出たと思ってこの前ね、買いました。そう、ほうじ茶ラテのなんだろうな、なんかほうじ茶だけだとさ、え、結構入ってるよ、普通のミルキーのサイズ。へー、あ、箱じゃなくて袋？そうそうそう、あ、袋袋。あ、なるほどね、袋のミルキーで。箱って最近ないか。箱はね、あの駄菓子屋さんにあるんだよね、四角いペコちゃんの。そうそう、箱ってあるの？でもその箱も箱で、あの最近、最近顔がね、違うのがあったりするの。え、ペコちゃんの、そうなの？あの口がチュッパーって顔してたり、ペロってなってたり、お目目ウインクしてたり、そう、いろんなペコちゃんがあるんですよ、実は。そうなんだ。そう、期間限定なのかもしれないけど、そうそう、いろんなミルキーがあるので、皆さんも見つけたらぜひ食べてみてください。なんか期間限定メニューが本当に、あのいろいろ、いろんな時期によっていろんなミルキーがあって、うん、そう、夏はあのミントのやつとかもあって。ミント？あとは塩、塩の、あ、塩はわかる、塩の梅、梅味のミルキーとかもあったり、塩分とかコラーゲン入ってるミルキーとか、なんかいろいろ、本当にいろいろあって。ペコちゃん、何でもコラボするようになったね。そうそうそう。最近本当にすごいよね、嬉しくて嬉しくて、何でも買っちゃいます。ほうじ茶味、そう、ほうじ茶ラテ味がね、あったので、まだ売ってるかわからないけど、ぜひ食べてみてください、うんうん、はい、じゃあ、じゅんちゃん。はい、はい、もうずっと、うん、先週も先々週も、うん、変なおすすめをしてきたんですけど。先週がやばかったね。変なおすすめしていいですか？いいよ、いいよ。はい、皆さん、さっき、ディレクターがですね、あのゴキブリの絵を描いてたと思うんですけど、うんうん、ゴキブリってどうやって殺します？ゴキブリの殺し方？殺し方というか、ゴキジェット、ゴキジェット、やっぱり、うん、ゴキジェット、ゴキジェットでしょ。皆さんどうやって手でやって殺すの？もう手叩く、新聞紙とか、もう自分でやらない、ね、無理無理無理。新聞紙とか、だいたい新聞紙とか、まあ、緊張るとか、ゴキジェットとかですけど、シューってとりあえずシューしたよね。とりあえずシューして弱らせて、実はですね、うん、そうそう、ファブリーズで殺せるって知ってます？何それ？それだけファブリーズって結構影響があるんだなと思って。そうなの？なんでファブリーズかけたの？まず確かに、まずですね、うちにそういうゴキジェットとかいうのがなかった。どうやったらいいかなと思って、何かかけてみようと思って、うん、ファブリーズかけたら本当に死んじゃったの。だからファブリーズの会社の人聞いてたらごめんね。あの、まあ殺菌とかそういうのも、うん、まあ、効果的にね、まあ、あるとは思うんですけど、うん、結局そういう殺菌効果とかそういうので、うん、どういう理由で亡くなるのかは分かりませんが、うん、ゴキブリが死ねるので、まあ、じゃあ代用品になりますね。代用品になるので、そうなんだ、あの、いいね、ないなと思って殺せないと思った時にファブリーズかけてると、そこら辺もシュッシュってやって綺麗になるし、ゴキブリも死ぬというその一石二鳥なので、ぜひとも ね、いい匂いになるしね、使っていただきたいと思います。いいね。でもね、ちょっと頭のスプレーとか、まあ、寝癖直しとかいろいろあるじゃないですか。回数を重ねれば死ねます。それでどういうのになるのかな、息ができなくなるのかな、で、香料とか、どういう有料なのくなりになるのかしら。怖ー、ちょっと耳の毛がよだってきましたね。以上のファブリーズ使っていただければ、いいですね、お部屋も綺麗になって、すごいね、なる。 G がいる部屋はちょっと怖い。コマーシャルでやってくれないかな。やらない、ファブリーズのイメージダウンするから、目的が変わっちゃうよね。そうだよね、すごいね、はい、
え、でもこの前なんか私はシャトンヌを住んでる、うん、なんかそのマンションのなんか廊下に、うん、あのエレベーターに乗ろうと思ったらその G がいたんですよ。廊下っているよね。廊下っているよね。外から来るんだと本当に、ね、飛んでくるえと思って、とりあえずご吉でシュッてやったの。そしたらはいへへへって暴れ出して、あ、やったんだ。そう、そしたら一番怖い。そしたら暴れ出して私めがけて突進してきたの。あ、そう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 。あ、はた初めてだよ、その…え、あれ、スプレーかけた方向に…え、なんでなんで、わかんないけど、攻撃されんの。意味わかんない、めっちゃ怖くって、自分じゃやらないもの。ほんと、え、どうしてんの。え、まず、私、ゴキブリの出る家住まないのね。え、でどこ教えて。いやいや、だいたい3階くらいになるともういないから。え、マンション…え、いるの ?3 階以上だけど。あ、ほんとに、うん、あ、家の中にはいないでしょ。 いないけど、廊下にいて。そうそう、廊下にはいるけど、まあ、だいたい3階くらいになれば家の中いないから。あ、まあ、確かに確かに。いないから、まあ、家で自分で退治することもないじゃん、うん、で、実家でお父さんが、あの、うん、係だったのね、うん、で、お父さんスプレーかけるとお父さんめがけて飛んでくるんだけど、うちのお父さん強いの、肩に乗ってんだけど、あ、乗ったみたいな感じになそこまで来るんだ。もう全然来るです、お父さん怖がらないからそのままピッて、ピッて潰して。でも多分ゴキジェットじゃファブリーズの方が多分効く。そう、お父さんに教えてあげてください。分かった、ね、お父さん向けてファブリーズ使うからちょっとお父さんも危険かもしれない。そう、だからスプレーする方向になぜか奴らは最後の力を振り絞って飛んでくるから。そうなんだね。めっちゃ怖いから、ファブリーズ確かにね、いいかもしれない ね、 ね、 いいね、ちょっと出る機会は欲しくないけど、いつかやってみて、いつかちょっとやってみて、いつかやる、はい、いつかやってみます。さて、今週のテーマですが、2199年の今日10月9日は宇宙戦艦ヤマトがイスカンダルへ向け地球を発進した日だそうです。地球といえば最近は環境破壊から温暖化、気温の上昇など異常気象が起きていて、環境問題などが非常に心配ではありますが、そこで今週のテーマは、皆さんが今一番心配に思っていることを教えてくださいです。まあ、宇宙戦艦ヤマト何だったの、全く関係ないです、どうこのテーマで行くまで。まあ今日ということでですね。はい、なるほどね、はい、私、あの、はい、ありますよ、心配なこと。なになに、聞いてくださいよ。ちゃん、なになに、今日収録日台風直撃してるんですよ。そうなんです。この後がめっちゃ怖いですね。そうなんです。ねえ、ね、怖い。どうなるのか。来てくれるみんなも含めて帰れるかっていう話ですよ。うん、ありがたい。いや、大、うん、まあでも大丈夫そうだよね。なんか。いやいやいや、家に帰るまでが。そっか。なんか今日はさくらちゃんが晴れ女だから大丈夫かなって。いや、待ってください、待ってください。なんとなく思ってたんだけど。本当に、ね、シャトンヌも晴れ女の、本当、実は。じゃあ大丈夫かな。私も晴れ女だよ。じゃあ、じゃあ大丈夫かな。大丈夫、大丈夫。じゃあ、この後はみんなが晴れ女だから頑張ってちょっと。ね。あれ、なんか先週、あれ今週私がおすすめした月見バーガーを会場で食べてるプロデューサーがいますけど、なんかいっぱい出てきた。最後まで寝てたと思ったら、うらやましい。なんかいっぱい出てきたよ。すごい、何個出てくるの。何個買ってきたんですか。すごいね、今目に見えるところ。秋の5つ持ってますよ。まだ売ってるといいな、このラジオが放送される日まで。あ、すごい、配られた。すごい、支給されたな。すごい、いただきます。しかも箱だよ、箱。いや、めっちゃ面白い。すごいね。ありがとうございます。私の黄金の月見バーガー。黄金の月見バーガー、バンズが違うやつだよ。違うの、違うの、何が違うの。バンズが、パンが違うの。パンが高級なやつ。ありがとう、すごい、美味しそう。もうコーナー変えていい、ちょっと食リポやってもらいたい。嬉しい。ちょっとコーナー変えて食リポやりたいんですけど、プロデューサーいいですか、食リポ。やっと、食リポいいですか。じゃあちょっとシャトンヌから一口食べていただいて。すごいね。じゃ あの、今年初めての月見バーガーシャトンヌいただきます。初めてなんだ。そうか。ん、すごくない、なんかベーコン分厚い方で。あ、おいしい。どうですか。うん、あ、すごい、ほんとベーコン分厚くて、うん、あ、チーズも乗ってるの。え、チーズって乗ってたの。そうそうそう、チーズの違う。なんかね、いつも見るチーズの色じゃない。黄金の月見バーガーだから、そのパンも美味しいし、うん、いいね、月見です。後々怖くなるから先やっていいですか。どうぞ。さくらちゃん、
美味しい美味しい。うん、確かに、うん、黄金の月見バーガーなので、まずバンズが甘い。確かに甘い、うん、いつもよりも甘 い。そしてチーズが、私さっき実は月見バーガー食べたんですけどそのチーズよりも全然トロトロして濃厚で美味しい。比較できるからいいね。そう、すごいね。はい、終わりました。じゃあモネちゃん、この後お願いします。もちどちきつく、バンズがさ、中黄色いんだね。そう、そうなの。すごくね、なんで黄色いの。噛んでもさ、みんな見て、え、なんで黄色いの。ほら黄色、黄金の黄色入ってんじゃない。すごいね、バンズがさ、中までちゃんと黄色くて、すごいね、初めて食べたこれ。味どうですか、味。味今ね、パンしか喋ってないのでもなんかふわふわしてる感じする、いつもより。確かになんか違う。じゃあ最後、じゅんちゃんに。はい、マクドナルドの黄金の、ごめんなさい今日ね、ダメ、舌がね、女性ホルモンクリームね、塗ってからね、なんかね、舌が熱くなったみたいな。そこは塗っていいんだ、先週、ね、いや、塗らない塗らない舌塗ったら上がでかくなる違う、なんでやねん、入っちゃうから黄金の月見バーガーいただきます。なんかこの パン自体がすごい、なんかそのなんかふわふわで、ね、ホットケーキのふわふわさみたいな感じで、そうそうそう、持った瞬間におっぱいみたい。なんでやねん。わアダルティーな、アダルティーな。いただきます。おいしい、うん、おいしい、うん、なんかこの卵とこのハンバーガー、ハンバーグ、それとこのベーコンが、なんか口の中に入った一瞬一瞬すごいなんか、まあ、ミックスされてめっちゃなんか複雑な味褒めてるのか褒めてないのか分からない。美味しい、美味しい、うん、美味しかった。今年初、はい、あ、いいね、月見バーガー。ありがとうございます。でもなんか急遽食レポ行きました。お便り読んでも大丈夫でしょうか。じゃあサクサク行ってみたいと思います、はい、今皆さんが心配してることを教えてください。2つ同時に行きます。としあんさん、まずお給料そしてラジオネームみなつきさん、年金の支払い、70歳までと言われていたが最近75歳まで払わせようとする話が出てきたということです。皆さんなんかお金関係心配になってるみたいですね。そうだねはい、じゃあサクサク行ってみましょうか。はい、じゃあマネちゃん、はい、じゃあこちらもね、お金関係ですね。おお、うん、ラジオネームまっつんさんからいただきました、うん、皆さんが今一番心配に思っていることを教えてください。車の支払い、ね、毎月毎月やってきますね。ねえ、みんなお金が、ね、あともう一ついいですか。きよたんさんからいただきました。リタイア後の年金、あ、暮らせるのか、ライブに行けるのか。あー、なるほどね。うん、本当 ね、お金関係心配が多いですね。でも心配になっちゃうね、これは。じゃあ次行ってみましょうか。はい、ラジオネーム気まぐれせんとくんさん皆さんが今一番心配に思っていることを教えてください、うん、毎日肉と焼肉、ステーキを食べているので、うん、お腹の出方が心配心配してるんですか。心配してるんだねなんか心配してるような気はない。なんか着々と育ってるっぽいです。そうそうそうね、いい感じでまん丸でしたよ、さっき触っちゃったんだけどさ、スキミバーガー、スキミバーガー、スキミバーガー入ってますね。はい、はい、じゃあじゅんちゃん、はい、ラジオネームあっちゃんさん、皆さんが今一番心配に思っていることを教えてください。モネちゃんの部屋がペコちゃんグッズでいっぱいにならないか心配です。もう大変です。え、今どんな感じなの。今もうすごいよ。あ、もう何百点あるんだろうっていう感じのぐらいある。そうなんだ。ミュージアムできるね。できちゃう、うん、本当だ本当、あのペコちゃん人形もあるんだけど、人形だけですごい何体もあるし、靴下だけで10足以上あるし、ポーチだけで10個ぐらいあるし、語ってるの？なんかキリがない、詰まってる、詰まってなんかちょっと想像できたような気がしますけど。でしょ、詰まってるからちょっとね、整理しないといけないね。まあね、はい、好きなもの集めちゃうと大変だよね。そうそうそう。はい、以上今週のテーマでした。続いて新コーナーです。根本モネの車で街巡り。このコーナーは相模原市中央区千代田にあります
コムコムオートの提供でお送りいたします。番組パーソナリティの根本モネがおすすめしたい中古車に乗ってドライブし、気になるお店に行きリポートするコーナーです。先週に引き続き、神奈川県相模原市中央区田名にあります里玄米さんの綾子さんに来ていただきました。お願いします。そして事務所の後輩のクルスミオもいます。はい、クルスミオです。はい、はい、先週はですね、あの綾子さんに酵素玄米の話をたくさんお伺いしました。はい、はい、それでね、あの先週その酵素玄米をいただけるということで、はい、なんと私の目の前にとってもいい匂いがする酵素玄米が並んでおります。あの何種類かあるんですけれども、はい、どんなのが。そうですね、はい、まずあのモネさんの目の前にあるのが、はい、ランチでもお出ししている酵素玄米のお茶碗一杯分ですね、うん、はい。でミオさんの目の前にあるのがこれおむすびですね、うん、おむすびの中の具は今日は梅味噌がね、これまた女性にすごく人気です、ね、美味しそう、はい、味噌と梅ですよね。そう、味噌、うん、そう、味噌と梅のみで作ってらっしゃる。そう、あの梅は、梅の酵素ジュースを作った時の梅なんでちょっと甘いんですよね。でそれに自家製の味噌を、合わせて作ってます。すごい、はい。でね、もう一つ酵素玄米の五目お稲荷さん。お稲荷さん、はい、これももっちもちで美味しいですよ。うん、美味しそう、はい、この見た目からしてなんかお米がねギュってなってる感じで、なんか柔らかそうなイメージと、ね、なんだろうね、美味しそうなもちもちな感じが、ね、見るだけで伝わりますね。はい、ありがとうございます。それではあの私はこのお茶碗に入ってる酵素玄米からいただきたいと思います。はい、いただきます。どうぞ。すごい、あのお箸でね、あの、うん、ご飯をちょっと持つ時から もっちり感がすごくて、うん、すごい、ご飯だけで甘い。甘い、うん、あら、うん、すごいもちもち、なんか思った以上に、うんうん、もっちもちしてる。もっちもちしてる、うん、なんかこれだけであの食感もあって、うん、なんかダイエットに良さそうな感じ。ほんとに、ね、で、ミオもおむすび、はいはい、私はおむすびの梅味噌とたくあんみたいなのが入ってるのと一緒に食べていきたい。たくあんじゃないんですか、これは。そう、梅なの。これが梅なんですか。大きいですね。パクついてください。はい、いただきます。うん、とっても美味しいです。なんか梅が鼻から抜ける感じがして、うんうん、すごく美味しいです。ご飯と自家製の、うん、とってもご飯とも合って、うん、うん、そう。でお稲荷さんもいただきます。はい、みんな可愛い口。、うん、どうでしょう、うん、なんかお稲荷さんは白いご飯っていう感じが強いけど、うんうん、初めて食べました、この玄米のね。ね、美味しいです。うちのはね、6目入ってるんですよ、数えたら、ね、結構具沢山で。そう、もうこれだけでお腹いっぱいになっちゃう、うん、全部体にいいものが入ってます。うん、うん、すごいね、この玄米、うん、なんかあの思ってた玄米は硬いイメージなんだけど、うん、とっても柔らかくてもちもちの酵素玄米をいただきました、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日根本モネが運転した車はミニのクラブマンのクーパーで、平成20年式、車検が令和3年3月までです。コムコムオートでぜひ検索をしてください。感センサーなどにも出ております。皆さんぜひチェックしてください。このコーナーはコムコムオートの提供でお送りしました。バイバーイ。
背中を奥揺らしながら、ねえ聞こえてる、そうあんたのせいよ、もう遅すぎるわ、泣いても無駄よ、届かぬ愛に花を。それでは皆さんのライブ告知などここでお願いいたします。はい、今お聴きいただいた曲は夏美シャトーヌで背徳の戒律です。私夏美シャトーヌは10月の31日に高田馬場モロで主催ライブを行います。そちらで PV の上映会などありますので、皆さんぜひ10月の31日は高田馬場モロに集まってください。よろしくお願いします。はい、では伊藤さくらの告知をお伝えします。と思ったんですが、次の収録をお知らせします。次はですね、10月の11日金曜日にここクロスストリートで、ウタジョの収録がありますので、よかったらまたお越しくださいませ。そしてなんと次の日10月の12日にですね、ここクロスストリートで伊勢崎音楽祭という、音楽イベントが開催されます。私は10月の12日の土曜日夜8時15分から出演しますので、よかったら、の方にも遊びに来ていただければと思います。今日もありがとうございました。はい、根本萌音です。私も伊勢崎音楽祭に出演します。ここのね、収録もしている伊勢崎町のクロスストリートさんにて、根本萌音は10月14日の祝日月曜日に出演します。ワンコインの500円で見れるライブなので、皆さんぜひお越しください。お待ちしてます。はい、純香です。11月4日月曜日、町田のラフォール千住閣で中本浩二と御台純香のディナーショーがあります。時間は5時から7時までで1万3000円となっております。ぜひともよろしくお願いいたします。それでは来週水曜日もお聞きください。ありがとうございました。